仏教のシルクロード伝播中央アジア人の壁岸の仏像と東アジア人の仏像ベゼクリク東タリム盆地中国9の10世紀シルクロードを通じて仏教は陸路により中国にもたらされたこの仏教のシルクロード伝播が始まったのは2世紀後半もしくは1世紀と考えるのが最も一般的である最初に 中国の仏僧による仏典管約が行われたのは記録されている限りでは2世紀のことで、クシャナ朝がタリム盆地の中国の領土にまで浸調したことの結果ではないかと考えられている。4世紀以降、北拳のインド巡礼や、それに次ぐ現状のインド巡礼に見られるように、中国からの巡礼者たちが原点によりよく触れるために、彼らの仏教の源泉たる北。 インドへと旅をするようになった。仏教のシルクロード伝播は中央アジアでイスラームが交流する7世紀頃に衰え始めた。中国24史のうち初期のものには仏教に対する言及がほとんどないが、マイケル・ローエによれば仏教はシルクロードを通じて旅人や巡礼者によってもたらされたと考えられるが、それが起こったのがシルクロードが開かれた最初期、つまり 西暦100年頃なのか否かは問われなければなるまい。仏教に対する初期の直接的な言及は一世紀頃になされているが、そういった言及は、聖人伝的な要素を含むものであり、必ずしも信頼できる正確なものではないという。範囲用によって編纂された五感書には、初期の中国仏教が報告されている。それによれば、西暦65年頃に、 洛陽にある明帝の宮廷と諏訪江の法上にある流英の宮廷の両方で仏教が実践されたという。式と漢女とのどちらにも仏教がインドに生まれたことが書かれていないと、汎用の中に記述されている条件は以下のようにしか書いていない。この国の気候は高温湿順である。人々は像に乗って戦闘に参加する。 繁栄はこの国の人々が仏打を崇めていて、殺人や戦闘を行わないことを説明しているが、彼は、素晴らしい教典、高徳なる戒律、称賛に値する論説や指導に関しては何も、記録していない。私に関して言えば、ここに、私が知っていることを置き、この王国は、中華の地よりもなお栄えている。季節は調和し、すべての聖なるものはここに由来して、 ここに集まってくる。とても価値のあるものはここから生じてくる。人が思考停止してしまうほどキで特別な驚くべきことが起こる。この感情を考察し、それを暴けば、人は高い点のさらに上に到達することができる。五感所西域伝天軸,軸国上に中国での仏教の起こりが外説されている。道南を経由して、 回路でやってきた天塾からの施設について言及し、和帝と官邸に謝辞を表した上で、本書では、竜栄と明帝の公式の歴史に関する最初の確実な証拠が創設されている。頭頂部が光り輝いている、近人を明帝が夢に見たという今なお伝わる伝承が存在する。明帝が古文団にこの夢について尋ねるとそのうちの一人が答えた。 西方に仏だと呼ばれる神がございます。その体は十六尺、真の黄金色をしているそうです。皇帝はその真の教えを見つけるために天竺に施設を送って仏陀の教説を調査させた。その後、中国に仏像や仏画が現れた。宗英はこの宗族を信仰し始めた。それに続いて、中国の非常に多くの人々がこの道に引き続いた。 さらにその後に、官邸は聖物に先進し、しばしば、仏だと老子に供物を捧げた。人々は徐々に仏教を受容し始め、その数は後に莫大なものとなった。第一に、中国の歴史文学の中で最初に仏教に、言及しているのは、五漢書、後部十王列伝、流英城である。それによれば、宋英は、功労思想に深く関心を抱き同時に、 断食を観察して、ブッダに供物を捧げた。功労つまり、功労師とは労師を神格化したもので、奉仕や仙人の技法と結びつけて考えられる。劉英や彼の宮廷にいた帰営者にとって、断食や供物などの仏教の祭りは既存の様々な道教の慣習以上のものではなかったと考えられる。仏教の要素と道教の要素とのこの奇妙な混合は、 寛大を通じて、当時の仏教の特徴であった。西暦65年に、明帝が、死罪に問われた者は罪をあがなう機会を与えられるという布告を出した。同年に、宋英は30巻の絹を送った。明帝が布告中で弟を褒めたたえていることが、伝記中で言及されている。宋は、功労の緻密な言葉をそらんじ。 仏陀に対する立派な供物をうやうやしく捧げた。再会と断食を行って3ヶ月後に、彼は心からの誓願を立てた。どのような嫌をや疑念があり得たとしても、彼は悔やんだだろうか食材を送り返してみよう。それによって、イカバの祭や、相門の贅沢な楽しみに資するために。この二つのサンスクリット単語は中国語に翻訳された、もので、 それぞれ在族信者と仏教像を指し、仏教用語の詳細な知識があることを示している。西暦70年に、総英は反乱に巻き込まれて死刑判決を言い渡されたが、明帝は彼とその帝身を流刑に処し、太陽の南に行かせた。その地で、総英は71年に自殺を図った。仏教とのコミュニティが法上に存在し、 193年頃に将軍の作友が巨大な寺院を建てたが、その寺には三千人の僧侶がはべっており、彼らは皆仏典を学び、読んでいた。第二に、繁用の五冠書では、明帝が金人仏だを予言的に夢に見たという伝承が、昨今にまで伝わっていることが言及されている。天竺国上に、彼の有名な夢に関する記述があるが、本義たる、 建造公明定期にはない。儀式的な文書では、インドに派遣された皇帝の施設について、彼らが仏像と共に帰還したことについて、白馬に積んで運ばれたサンスクリット経典について、そして白馬寺の建立について様々な説明がなされている。関代の中国への仏教の伝来に関して、五感書で二つの説明がなされて、以降、仏像が中国にト来したのは、 カイロと陸路のどちらのシルクロードを通ってなのかについて、代々の学者たちが議論してきた。カイロ仮説は、両形長や、ポールペリオが好んだもので、仏教は最初中国南部の長江、ワイガ流域に伝来し、そのために、総英が65年頃に老子と仏陀を崇拝したのだと主張する。対する陸路仮説は、 有用が支持しており、仏教は月子を経由して東へと広まり、はじめに中国西部の落葉で実践され、そのため明帝が68年頃に白馬寺を建立したと主張する。歴史家の境信仰は、ガンダーラ語仏典を含む近年の発見、研究を踏まえた学際的な再調査を通じて、陸路仮説、回路仮説を再吟味し、以下のように結論した。 仏教が回路を通じて中国に伝来したという説は説得力のある指示する資料に欠ける嫌いがあり十分に厳密でない主張が見受けられる。私に一番もっともらしく思われるのは西北インドの月始から仏教の電波経路が始まり陸路を経由して関大中国に至ったという説である。中国に入ると仏教は 初期道教や中国の伝統的な神秘的修俗と混交し、仏像や仏画が盲目的に信仰されるようになった。幕光屈の8世紀の壁画。西館の武帝が黄金の仏像を崇拝したという儀式的な伝承を描いた物仏教の伝来を1世紀に置く中国の世俗の歴史家に反して、いくつかの儀式的な仏教文献や伝承が述べるところによれば、 最初期の伝来は神あるいは前館にまで遡るという。歴代三宝記を書室とするある儀師には仏教の聖職者の集団がおそらく紀元前217年に神野と関与に到着したことが述べられている。社門室利坊に先導された僧侶たちが始皇帝に経典を送ると、 始皇帝は彼らを投獄した。だが夜になると16フィートもの高さの黄金の人が、牢屋を破壊し、彼らを脱獄させてしまった。この奇跡に突き動かされて、皇帝は土下座して、許しをうた。仏教の百科事典、法音玉林ではこの伝説が、マウリア朝のアショウカオが中国に、室里房を派遣したという逸話と絡めて、練り直されている。 両形長を除けば、近代のほとんどの中国学者は、この室ボーの物語を無視している。西洋の歴史家の中には、アショウカ帝が中国に宣教師を送ったと信じる者がおり、ギリシアやスリランカ、ネパールに宣教師が送られたことを記録するアショウカの直例を参照している。これに反対する者も,もおり、碑文から推測できる限り、彼、アショウカは、 中国の存在自体を知らなかったという。紀元前2年に相手の宮廷に来た月子の施設が一貫かそれ以上の仏典を中国の学者に向けて送ったという伝承が存在する。この伝承の初期のものは現在は散逸してしまった儀略に由来し、三国志の敗小史中で引用されている宮廷学者で学んでいた経路が大月氏の王の使者にありから、 仏教経典の説明を口頭で受けた。艦長の歴史には相手が月始と関係を持ったことが言及されていないため、この伝承が真剣な考察に値するか、あるいは歴史研究の信頼できる資料であるということには賛成していない。多くの儀主的な資料では、明帝が仏陀を夢に見て月始に施設を送り、聖典と最初の仏教宣教師歌唱を待とうと、 自家法乱を伴って施設が帰還したという、敬験な伝説を説明している。彼らは、四十二小教を管約したが、その時期は六十七年か、遅くとも百年頃と推定されている。皇帝はこれを称賛して白馬寺を建立し、ここに、中国仏教が始まった。明帝の夢と、月子施設に関する説明は、すべて、 四十二章教の匿名の序文に由来する。例えば、ムコリワクロンにはこうある。かつて明帝は、太陽のように光り輝く体を持つ神が、自分の宮殿の前を飛び回るの夢に見た。そして彼はこのことを非常に喜んだ。次の日彼は、これはいかなる神だろうかと軍神に尋ねた。学者の風武士はこれに答えて言った。 西域には道を得得した仏だというものがいるそうです。彼は宙を飛び、彼の体は太陽のごとく光り輝いているとのことです。これは神に違いありません。名手への夢が歴史的事実であるということは学術的には否定されている。言う要は、この伝承の背後に何らかの確信があるのではないかと見ており、一方アンリマスペロはプロパガンダ的なフィクションとして、 これを否定している。中国仏教を説明する上で歴史と伝説が、どのように融合することがあったかを示そうとすると、漢書に記された武帝が強度を攻撃するために、紀元前121年に、各巨兵を派遣した話が挙げられる。各巨兵は、九将を打ちまかし、九将が天をあがめるのに使っていた、金人を手に入れた。九将の大使は捕らえられて、 金奴となったが、後に、武帝の巧妙な家臣となり、金比という名を授かった。彼のせい、金は、金人を指しているものと考えられる。黄金の像は後に、下記の工具のあった、幹線付近の雲ひ寺に移された。施設信号では、金人は10フィート以上あり、武帝が、幹線で、金人に対して、供物を捧げ、そのようにして仏教が、 徐々に広まっていったと主張されている。注目すべきことに、罰工屈で見つかったフレスコ画に二つの仏像を拝む武帝が描かれており、漢の大将軍が紀元前120年に遊牧民に対する軍事作戦中に得た近人だと同定される。武帝は敦煌に軍を設置したが、彼は仏陀を信仰することは決してなかった。 記録に残っている限り最初に仏典が、観約されたのは、西暦148年、パルティアの王子で仏教に改修した、安代高の中国都来に伴ってのことである。彼は、落葉における、仏教人混流に尽力し、仏典の観約を体系づけ、結果的に、数世紀間続くことになる中央アジアの仏教との、伝道の最初の波を証言するものとなった。 安世高が翻訳した仏典は、基本的な教義、仏教の瞑想、阿弥陀マなどの事項に関わるものであった。パルティア人の在族信徒で、安世高付近で活動した、安言も、菩薩道に関する初期大乗仏典を簡約した。大乗仏教を最初に広く、中国に伝えたのは白岡信で、彼は、ガンダーラの古代仏教王国出身であった。白岡信は、 八千小般若行のような重要な大乗経典を寛約しており、同程度に貴重なものとして三枚のような話題や宿如来の瞑想に関する話題を扱った大乗経典を寛約している。こういった白岡神の翻訳は初期大乗仏教に関する知見をもたらし続けている。シルクロードを行く人々。抜航屈、頓行、中国、旧世紀菩薩が、 中国人によるものだが、中央アジアからの影響が伺える。バッークツ、中国ソグド人の仏陀支援者、ベゼクリク、東タリム盆地、中国、8世紀2世紀中頃に、カニシカオーチカのクシャナ朝が、中央アジア方面に新調し、今日の新疆、タリム盆地のカシュガル方端アルカンドを統治下に置くに、至った。その結果、文化的交流が非常に盛んになり、 すぐに、中央アジアの仏教徒の宣教師が、中国の首都の落葉や、時には、県業でも活動するようになった。その地で彼らは翻訳作業によって有名になった。彼らは、ブ派仏教の仏典と、大乗仏典の両方を管約した。37人の翻訳者が知られている。菩薩の英雄像、6から7世紀、テラコッタ トムシクシルクロード付近の中央アジアの宣教師の功績は美術面での影響の潮流を伴うものであった。この潮流は今日の新疆タリム盆地での2世紀から11世紀にかけてのセリンディア美術の発展に見られる。セリンディア美術はしばしば今日のパキスタンのガンダーラ地方のグレコブディスト美術に由来するとされる。 ガンダーラ美術はインドギリシアローマの影響を融合させたものである。この根校の中でも強く中国化された様式を持つものがトンコのようなタリムボンチ頭部で見出される。シルクロードを通じた美術的影響は今日の日本でも見られる。日本の神々の建築上のモチーフや表現にそれが現れている。中国の文献によれば中国人で最初に得度したのは シュシコという人物で、それは彼が仏典を求めて中央アジアへ行った後のことであるという。中国の仏僧が直接に仏教を知るためにインドへ旅するようになったのは4世紀以降のことに過ぎない。北拳のインド巡礼が最初の重要なそれであるとされる。彼はシルクロードを旅し、6年間インドに滞在し、カイロで帰還した。 数十人のあるいは数百人の中国の仏僧がこの頃にインドを訪れた。最も有名な中国人の巡礼者は現状である。彼の膨大で正確な翻訳をもって新約の時代とされ、より古い中央アジア人の翻訳と対比される。彼はまた自身の中央アジアインド旅行の詳細な記録を残した。7世紀に ムスリムのイスラム帝国が中央アジアに侵入したことに伴って、同地の仏教は衰退し始めた。活発な中国文化が進歩的に仏説を吸収し、非常に独自性の強い中国仏教が発展した。タリム盆地の中央アジア人仏僧と東アジア人仏僧とは10世紀頃にも盛んに交流していたと見られており、 タリム盆地で発見されたフレスコ画にもそれが示されている。ありがとうございます。